前回、あ、こんにちは、ベンマです。前回サッチャー首相についてちょっと話をしました。今日はサッチャー首相の関連で、安倍首相の話を少ししたいと思います。サッチャー首相が英国の当時英国病というようなことを言われたような状況の中からですね、再びその英国の人々の意識を変え、そしてその経済を立て直したというようなことで、まあ大変な評価を受けているわけですけれども、ややもすれば今の安倍首相のやっていることも、もしかしたら10年後あるいは20年後30年後か分かりませんけれども、そういう評価を受ける時があるのかもしれないということを思います。で、何よりもその刃物が自分たちの国 に対して希望と誇りを取り戻すことができるということが、その彼女の行いによって示されたと思います。すいません、ちょっと風邪気味なんですけども。で、もう一つはその英国の経済に関してもですね、まあここは少しもしかしたら必ずしもサッチャーさんと同じやり方ではないかもしれませんけれども、ただその経済を立て直すという意味では同じだと思います。それも今安倍首相は本気で、それこそ日銀総裁の人事あるいはその後 その各財界人などに対する直接訴えあるいは協力要請する、そういうところでもですね、非常にそのリーダーシップを発揮して、現段階においては人々からもそれなりの、まあ、期待が今高まっていると思います。サッチャー首相のもちろんその実際そういう政治やってる時はですね、必ずしも全ての人が賛成したわけではなくて、でむしろその特に労働組合あるいはその他の世間で言う左側の人たちからは相当反発がありました。しかし彼女はまず先にその労働組合に対してですね、かなり強い態度を示し、そして組合の弱体化ということも図ることに成功したわけであります。安倍首相は今度その歴史教科書を含めその戦後の理順に対してのからの脱却を図るということを常日頃おっしゃっております。そういう意味で安倍首相も今大きな試練に立ち向かって、そして今日本の人たちに希望を持てるような社会を作りたいというような方向で頑張っている様子であります。まあ、あまりその褒めすぎるとまたかえってですね、ご迷惑かもしれませんけれども、私はそのサッチャー首相が当時、その大なたを振った時に、もちろんその社会福祉制度などについてはですね、正直言って私は賛成ではなかったし、今の政権に対してもですね、社会福祉の問題等についてはむしろちょっと温かい気持ちを持って接してもらいたいと思っております。だがその国民にある種の自信と、そして若者に夢をもたらすという意味ではですね、ぜひともそのサッチャー首相の負けないような形で安倍内閣にも頑張ってほしいと思います。今日は以上です。ありがとうございました。